にゃん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 、始まりました。うなぎの夜食事場、うなぎひまりです。今日もよろしくお願いします。いつもコメントありがとうございます。返せるときには返していますので、よかったらコメントお待ちしております。はい、というわけで今日何をするのかというと、タピオカ激戦区原宿のタピオカを飲んでいきたいと思うんですけど、もっちゃむっていう、じゃーん、生タピオカ。こちら本当に始まった当時、多分春休みぐらいだったんですけど、2時間とか3時間待ちとかで、で大阪に最初もっちゃむができて、本当にここも2時間半とかめっちゃ待ってるらしかったんですけど、もう春休みも終わって平日のお昼に行ったので、もう2分とかのレベルで行きました。でもっちゃむ初ですね。で今この原宿のミルクカフェっていう、あの生クリームのお店のポップアップでできていて、そう、今期間限定なんですよ一応。で全メニューが黒糖ミルクとミルクティーと抹茶ミルクといちごミルクということで、今回は黒糖ミルクと抹茶ミルクを買いました。あーでももうやばい、ここにねガヤンってかけてあったんですけど、全部流れていっちゃいました。で氷なしにしたので量がちょっと少なく見えますね。というわけで早速飲んでみたいと思います。初生タピオカ、何が違うのかよくわかんないんですけど、いただきます。めっちゃもちもち、めっちゃもちもち、うん、なるほど、生とはこういうことか。次は抹茶、ちょっと混ぜる。うん、あ、抹茶がね、この抹茶の甘い抹茶味がそこにたまるのでよく混ぜないといけないんですけど、抹茶が一番好きかも。まあ2つしか飲んでないけど、抹茶美味しい、抹茶めっちゃ美味しい。うん、待って、めっちゃ抹茶も美味しい。さすが生タピオカ大阪。でも今どうなのか分かんないんですけど、2時間半ぐらい並ぶだけある。でもやっぱ平日の昼間はすごい空いてて、めちゃくちゃおすすめですね。え、待って、タピオカの柔らかさは本当に一番かもっていうぐらい、生じゃないタピオカって、なんかよく分かんなくなってきた。作りたてってことか、一回固くなってないよってことなのかな、分かんないですけど、めちゃくちゃもちもちです。ただ甘さとか選べないので、ちょっとそこは不便だな。ダイエットには適していない、まあ、タピオカ全部適してないけど、適してないタピオカかなと思います。でも抹茶も本当に美味しい、最も柔らかいタピオカです。期間限定が果たしていつまでなのかちょっと今分かんないんですけど、期間限定なのでぜひ行ってみてください。めっちゃおすすめです。というわけで本日の動画は以上となります。少しでもいいなと思ってもらえたら、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。